出雲大社シュライン i s observatory theory on ヒロシハ 's ナスカ theory 出雲大社天文観測所説林博のナスカ理論による証拠と証明これが出雲大社の創造復元図です右がインドジャイプールにありますえジャンタル・マンタルですその作り方のコンセプトは全く同じです ジャンタル・マンタルは天文観測所でしたとなると出雲大社のこの高殿もですね、えー、天文観測所ということになります太陽がその位置に座したときその光線はこの高殿の神殿を貫き階段を駆け下りそして地上に光を落としますそのとき冬もしくは夏至ということになりますこの黄色いラインは インドのジャンタル・マンタルから引いてきたラインです。そのラインはここでその滑走路と重なります。つまりこの滑走路は正確にインドのジャイプールのジャンタル・マンタルの方向を示しているということになります。ナスカのラインは世界の拠点へのまあ方向指示ラインということになります。この赤いラインに注意してください。これがジャンタル・マンタルラインということになります。そして地点をやや上に上げて、 左上から引いてきたこの黄色いラインが出雲大社から引いてきたラインです注意深くご覧くださいこのラインはそのやや右側のラインのと重なりますこの滑走路と重なりますそしてこの両者のラインはナスカのこの点でこの中心点で重なります交差します まあ、つまり、ナスカ理論によれば、ですね、えー、滑走路はその方向を示すと同時に、関連性のある遺跡、あるいは拠点は、ですね、このようにナスカで点が線が交差したり、あるいは一つのプラットフォームに集まったりします。これが林博司のナスカ理論による証拠と証明です。繰り返します、えー、ジャイプールのこの、えー、ビジャンタル・マンタルは、ですね、えー、天文観測所でした。 となると、左の、えー、出雲大社の何、まあ、て言うんですかね、高層神殿もですね、その可能性が高いということになります。えー、出雲大社のこの神殿は、南向きに太陽の方向に向かって建てられていました。 イズモ大社シュライン s an observatory for ancient people. イズモ大社天文観測所説 by 広しやし浜間市立ジャパン。太陽がその時に昇るとき。 太陽がその位置に止まるとき、太陽は一筋の線となり、天井の宮殿を貫く。その光は階段を駆け下り、地上へと届く。そのとき人々は知った。今が当時のときと、 一年の終わり、一年の始まり。出雲大社の高殿は、まさに、そのための天文観測所であった。by, 林広史説。 We see hundreds of ancient astronomical observation sites throughout the world, everywhere in the world, except Japan. We, however, have got ones in Japan. When we open the window and see the world through it, we also can see our ancient astronomical observatories in Japan as well. Izumotashi Shrine is. Just one of them. 世界には古代の天文観測所が何百とあります。世界中です。日本を除いて世界中です。が、この日本にもありました。あなたの心の窓を開けてみれば、それがわかります。窓を開けて世界を見るのです。例えば、出雲大社もその中の一つです。 続くビデオの中で詳しく説明しますが、私たちが前方後円墳と呼んでいるあの古墳も、その天文観測所でした。わかりますか心の窓を開けてみればそれがわかるのです。例えばここにアイルランドのニューグランジェの円墳があります。エジプトのピラミッドやストーンヘンジより古いとされています。中には部屋もありますが、大変よく似たものが、 日本にもあります。全国に数千はあるとみられる円墳と呼ばれる丸いマウンドがそれです。が、アイルランドでも、そしてこの日本でも、これらは、墓、墓、墓ということになっています。が、本当にそうでしょうか最近こんなマウンドがグルジアで発掘されました。2012年の日付になっていますから、今から4年前ということになります。が、このマウンドは、 天文観測所として使われていたことが分かりました。天文観測所です。今、私たち日本人に必要なことは、狭い日本の中だけで、そして、下ばかりを見ているのではなく、まず、窓を開ける、上を見る、そして、窓の外の世界を見ることではないでしょうか。窓の外には、とてつもなく広い世界が広がっています。出雲大社の古代神殿をテーマに、 それを考えてみます。称して、林宏の古代出雲大社天文観測所説です。広志林浜 i セティジャパン。Japan、では、画面を見ながら説明します。出雲大社です。It's my pleasure that I can take you or introduce you 出雲大社シュライン。 Which is one of the most uh, sacred and holiest shrines in Japan. And they say there used to be such a uh, uh, very high-storied uh, shrine in ancient times, uh, just near the site of Pleasant Izumo Taisha Shrine. But, nobody knows why, and what for did our ancestors build such a uh, high- stolid shrine in ancient times? Also, you can see a very similar shrine in Fukushima about which they say uh, so there used to be such, an, such a very high stolid uh, shrine in ancient times. 同じような, 宇佐す神社です。まあ、このような、まあ、復元図も、紹介されています。で、古代においてはですね、まあ、古代の人たちにとって、何が最重要課題だったかと言いますとですね、いわゆる年を知る、季節を知る、そして、まあ、月を知るということですよね。で、まあ、世界の遺跡の中には、こうしたあ、天文観測所がたくさん見つかっています。 で、天文観測所と、まあ、はっきりと分かっているものもありますし、まあ、グレーゾーンにあるのもあるわけです。まあ、グレーゾーンのものも含めますとですね、数百以上があると私は考えています。で、まあ、こうした天文観測所を使ってですね、古代の人たちは、年、季節、月を知ったということになります。これはあの、インドのジャンタル・マルタルにあるまあ遺跡です。 Uh, this is Jantal Martal where you can see very similar uh, sort of a monument uh, which has got a or bears a very close resemblance with uh, the sort of imaginary uh, image of uh, ancient uh, Izumo shrine. Jantal Martaru, ladies and gentlemen, this is Jantal Martal in India. これがジャンタル・マルタルです。で、同じようなコンセプトで作られていることに皆さんもお気づきになると思います。イズム大社の、まあ、高層神社とですね、大変よく似てるってことです。これがジャンタル・マルタルですね。まあ、これを、このジャンタル・マルタルは、あの、イズム大社ほど古く古くはありません。しかし、階段を登っていって、頂上にこのような ま、建物が建てられているということですよね。で、これはあの、18世紀に作られたということですからね。1700年代に作られたということです。で、これはあの、明らかに、えー、天文観測所ということが、ま、解明されています。で、比較してみます。これがウサス、あ、これはリズム大社ですね。で、このような創造復元図が紹介されています。 何のためにどうしてかっていうことなんですよね。これはうさすみ神社の創造復元図です。まあ、同じようなものが福島県にもあったということですね。その可能性が高いということですよね。で、上が出雲、下がまあインドですよね。で、同じようなコンセプトで作られていると,ところに注意してください。 まあこんなところからですね、林博士の出雲大社天文観測常設が生まれました。まあ何のためにこういした、まあ、なんて言いますか、構想の神社,神社を作ったかということですよね。まあ、ただ単にね、高くして神に近づいたという ものではなくてですね、先ほども言いましたように、古代の人たちにとっては、年を知る。まあ、季節を知るということがですね、それほど、まあ、重要なことであったということですよね。まあ、ほんの少し、ものの見方を変えると、こうした世界が広がるということです。で、結論ということになりますけれども、まあ、先ほど言いましたように、まあ、ものの見方を変える。窓を開けて外を見るということですね。で、例えばこれがですね、円墳のように見えますよね。日本人ならこれ、 誰が見ても円墳だと思われるかもしれませんけども、これはグルジアで見つかった、まあ、マウンドですね。でしたが、えー、オブさんの古墳、円墳ですけども、大変よく似てると言いますか、告示してると言いますか、同じなんですね。で、グルジアの方ではこれを天文観測台というふうに位置づけているわけです。どうして日本にはそれがないと言えるのでしょうか、ということにもなると思います。 まあ続くビデオの中で、前方公円風が天文観測台であったという説などを皆さんに紹介します。では、どうかご覧ください。Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about kofun. or a burial mounds in japan. according to the website issued by kyoto university, one of the most leading universities in japan, it says about kofuns as follows: kofuns are the tombs of powerful people in ancient japan. they were built in the form of mounds from the 3rd century to the 7th century. This period is called the coffin or tombless period. 京都大学発行のウェブサイト、英文版によれば次のようにあります。古墳は豪族の墓である。墓である。墓である。3世紀から7世紀に作られたものである。この時代を古墳時代と呼ぶと。が本当にそうでしょうか まず、こんな事実をしていただきたいと思います。UK のエイブベリーから日本のサイトバルに向かって線を引きます。その線は、ヒミコの財宝が見つかっている沖ノ島を通り、続いてほんの少しエラーがありますが、ダザイフ天満宮を通過します。沖ノ島でのエラーは2.5キロ。ダザイフ天満宮でのエラーは560メートルです。 なお、その沖ノ島は、伊勢神宮内空からは270.00、つまり真西にあります。また、宇佐神宮からサイトバルは180.00、つまり真南。宇佐神宮からダザイフ天満宮は270.00、つまり真西の関係にあります。さらに、宇佐神宮からサイトバルまでの距離は 156.30km。また、宇佐神宮から ダザイフ天満宮までの距離は 78.02km。つまりその距離の比は正確に2対1の関係にあります。山大国九州説はこれらの3つの地域、つまり宇佐神宮説、ダザイフ天満宮説、そしてサイトバル説の3つで現在も争われています。つまりこうした事実を皆さんはどうお考えになるでしょうか ただ単なる偶然とお考えになるでしょうかそうです。偶然かもしれません。また偶然というだけで終わってしまうかもしれません。事実、私がこの事実を発表してからすでに3年になります。が、何も動きませんでした。何も変わりませんでした。皆さんお考えになるのは、まず第一にですね、ここでなぜ UK のエイブベリーかということではないでしょうかなぜエイブベリーなのかどうして エイブベリーなのか。つまり、サイトバルとエイブベリーは9700キロも離れています。が、そのエイブベリーは、この日本ランドと深く関わっていました。特に、日本の前方公園墳とは深く関わっていました。それをこの動画の中で説明しますが、それがわかれば、この日本ランドは、まさに私たちが神々と呼ぶエイディアによって設計された国土であることがわかっていただけると思います。 というような、回りくどい言い方はやめます。日本の前方後円墳は、エイブベリーと同じカレンダーでした。称し,して、前方後円墳カレンダー説。それをこの動画の中で詳しく説明します。まず、二つの前方後円墳を紹介します。この二つの前方後円墳は、 二重の枠で囲まれています。まあ、それだけ重要な古墳ということになります。まあ、日本ではこの二箇所だけですね。私が知る限り二重の枠で囲まれている古墳は、このフォーにはもうその隣にもう一つありますけども、そちらも二重枠で囲まれています。これがモレですけども、ナオミ・ BK さんがこれは前方後円墳の 大型ではないかというふうに教えてくださいました。これが大変な、また、なんて言いますか、重要な謎を解く鍵になりました。左がモレーのコンセプトですね。で、右が凸型の日本の前方ンフンのコンセプトということになります。モレーの方は地面に潜り込んでいる。一方、日本の前方ンフンの方は外に飛び出しているというわけです。 つまり、作り方は、まあ、正反対ですけども、その目的は同じということになります。で、双子山古墳、先ほど、二重の枠で囲まれていた古墳に向かって、モレーから線を、直線を引いています。そして、右上から来たのが、モレーから引いてきた線です。このモレーから引いてきた線は、まっすぐと、この双子山古墳を二つに割ります。すなわち、 この前方後円墳は、モレーの方向を正確に向いているということになります。が、それだけではありません。下の黄色い線は、大線量と、それからモレーの中心部をつないだ線です。その直線が、まあ、その双子山古墳のすぐ横を通り抜けます。エラーは、ご覧になっての通りです。まあ、こういう関係にあるわけですね。で、左は、 甲府の調子塚古墳ですけども、こうして円形部と、そして、まあ四角い部分とですね、そしてその近くには円形の、まあ日本の場合は円墳があります。前方後円墳の多くには、その近くに、まあ円墳があります。そしてモレの方にもやはり大型の円墳があるということになります。で、前方後円墳はカレンダーである。というふうに私は解いていますけども、 その、なんて言いますか、使い方の一つが、まあ、この埴輪なんですね。この埴輪をぐるっと、まあ、周りに並べることによって、毎日、その埴輪の上に何かと、何だかのトークンをですね、目印を動かすことによって、日、月、季節、そして一年をしたということになります。この方式は、エイブベリーと同じです。と同時に、フランスのカルナックの方式と同じです。 エブベリー・カルナックでは、その目印のトークンが見つかっています。例えば、前方、公園墳の周りにですね、埴輪をざりと並べておいて、そしてこの場合は時計周りに一番下が冬至、それから春、夏は夏至ですね、そして秋と来てまた冬至に戻る。例えば91、91×4 この埴輪を置けば364、そして何らかの形で1を足せば、 365、すなわちトランプカード、あるいはチザのピラミッドと同じ方式だということですね。その一つの、まあ、証拠といいますか、裏付けが、この青塚古墳にありました。で、この青塚古墳の周りには、針輪が並べられていました。そして、その数は、354の半分、すなわち172個見つかっているわけですね。えー ま、こういうふうに、まあ、これはあの、図って言いますか、あの、ですけども、こうして数えていましたら、その数がですね、えー、出てきました。そしてま、2メートルごとに、まあ、このような埴輪が置かれていたということをですね、2日に1と何らかのトークンを動かすことによって、えー、まあ、なんて言いますか、日日、季節、そして年を知ったということになります。 ま、176個ですかね。あの、1個足りません。ごめんなさい。176個、まあ、あったというふうに言われています。2倍しますと、まあ、352になるわけですね。そして、まあ、177個であったんじゃないかと思います。そうすれば354になるわけですね。純粋単位歴の1年の日数と一致します。同じようなコンセプトで作られていたと考えられるのが、ラオスのジャール平原です。同じように粒型の、まあ、 こうしたものが置かれてですね、トークンが置かれていたと考えられます。で、日本の前方公園府の場合はですね、これは岩田市で見つかった簡易天文観測装置ですか、えー、観測装置ですけども、これは、まあ、現地では友というふうに言われています。 弓を射る時の腕に巻く、まあ、防具のようなもんですね。しかし、それは防具ではなくて、この先をですね、北極に向けることによって、北極、星に向けることによってですね、太陽力として、まあ、機能した。なわち、前方後円噴和の、まあ、いわゆる、のエラーをですね、こうして太陽を、まあ、北極星を見ながら調整したということになります。で、この下には何か台があったはずだということを最初に私は予測しましたけれども、台月の同じものが、 えー、群馬県にあります。長野県で展示されていました。で、こうしてですね、この縁を通して、えー、東西を知り、そして、この鴨の橋の駆逐先をですね、北極西に向けることによって、簡易、天文観測装置として使いました。という説明も、もうすでに1年以上も前に動画化してありますので、詳しくはそちらでご覧になってください。で、 これが簡易天文観測史。背中の部分には星、北斗七星の五星が刻まれています。で、これはですね、えー、作、詞でこれは展示されていたんですけども、元々、まあ、いわゆる、まあ、群馬県にあったものをここに持ってきて展示したんだそうです。このように台がついていることで、ビンゴですね。そして、これを、まあ、 前方後円墳もしくは円墳の頂,頂点にですね、立てて、そして北極星を観測したということになります。そしてですね、えー、前方後円墳の周りにはこのような埴輪が並べられて、毎日一個ずつ何、何だかのトークンを動かすことによって、先ほど言いましたように、日、それから季節、年を知ったということになります。 で、先ほど言いましたように、まあ、この簡易天文観測装置をですね、古墳の、頂点において、そして北極星を見ながら調整したということになります。で、埴輪はこのような形で並べられていたものと考えられます。そして、そのところどころにですね、例えば、神々の、まあ、あの、いわゆる、ま、埴輪を置いてですね、今日はこの神の日だぞという形で祝ったことは十分考えられます。 なあち、この筒形、埴輪はこのように置かれるのが正しいと私は考えています。次にもう一つ、モレーですね。これもカレンダーでした。 現地では、と言いますか、説明によれば、高度な灌漑設備であったというふうに言われてますけども、だんだん畑を作ったところで全体的な面積が増えるわけではありませんし、高地3000メートルですから、まあ、水が溜まるかどうかという問題もあるわけですよね。まあ、水が溜まれば今度はその、そこに土砂が溜まって、やがてすぐ使い物にならなくなってしまうと考えられます。排水設備がありません。そして、この、この、 いわゆる、まあ、モレーのですね、東側には十分な工作地がありますので、わざわざこういう形で、だんだん畑を作る必要は全くないわけですね。で、繰り返しになりますけど、ナオミ・ PK さんが、これは日本の前方公園墳の大型ではないでしょうか。重要なことが、これでわかりました。左がモレー、そして右が、えー いわゆる前方後円墳ですけど、同じように円形のモレーがあり、そして右の、まあ普通ですね、前方後円墳の近くにはこうした円墳が置かれています。そうしたコンセプトが全く同じであるということですね。そしてモレーには13段の段が作ってあります。13段、もうお分かりですね。まあ、それに28をかければですね、364となるわけです。いわゆるまあ、 13×28 ですね。それで1ヶ月二28日とすれば364。この方式はトランプカード。そして、タロットも、タロットカードもそうですし、地図のピラミッドもそうですね。それから、といった方,方式でこれは対応でき、いわゆる一段ごとに28個の何かの印をつけておいて、動かせばですね、ちょうど364になったとた時に一番下の段に戻ってプラス1で。 一年が始まるよ。一年が終わったよってことで、まあ、暦を、暦として使っていたものと思われます。このような、まあ、石も見つかっています。漏れのすぐ近くにこのようなものも見つかっているということですね。では、最後に、え最後と言います重要なエイブベリーです。これが決め手となりました。UK のエイブベリーです。これはロックカレンダーです。断言します。それは、その復元図を見て、私が解読しました。これが正確な復元図です。 そして、この周りの石を数えてみました。1個かけていましたが、その1個を足すことによって、謎が解けました。まあ、純粋単位歴、ならじ29日かける、まあ12、12、12、13、21ヶ月をですね、29日として、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月を繰り返していきます。これが純粋単位歴の基本形です。そして、石の数は12、12、13、12、12、13というふうに並んでいます。 そして3年に1回調整するんですけども、27年目ごとにまたクレーンが生じてきますから、1ヶ月、今度は引きますね。ああ、足しますね。ごめんなさい。そしてこのトークンをどんどん動かしていくわけですね。そして、まあ、あの、これはカルナックでも同じものが見つかっています。すなあ、一、カルナックもエイブベリーと同じこの石が見つかったということはですね、カル,カルナックもまあ同じコンセプトで作られた ロックカレンダーということになります。以上はすべて林博士が発見したことですよ。そして、このカルナックでも同じように、このトークンを毎日動かすことによって、そして、暦として使ったものと思われます。ただ、カルナックは破壊が激しくて、石の数は残っていないと言いますか、あの、乱れています。これはエブベリーも見られています。そして、このライン、ナスカリ論で証明しますと、この線がですね、えー 順番に行っていきますと、ラオスのジャール、それからエブベリー、それから、この線も出てきましたね。エエブベリー、それからジャール、ジャールがありました。そして、まあ、エブベリーも、それからカルナックもトークンで結ばれた。そして、ジャールとエブベリーはナスカリンによってつながりました。で、ジャールの方もですね、このツボの上にトークンを置いて、そして移動していったものと思われます。この方式は日本の前方後円墳と同じということになります。 そして、今度は銅鐸とエイブベリーを比較しています。日本にも天文観測装置がありました。まあ、カレンダーですね。がありました。それが銅鐸ということになります。これは岩田市の,の西の帯で発掘された左側ですね、銅鐸です。右がエイブベリーです。メモリの数が一番外側が銅鐸の方は29、そして12、12、一番内側が13個あります。このメモリの数によって銅鐸はカレンダーであることが分かりました。 一番外側が日にち純粋単位力の1ヶ月の日数ですね。それを12ヶ月、12ヶ月、そして13ヶ月。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月繰り返す。しかし、27年ごとにクリーンが生じますから、エイブフェリーの方は27という意思が置いてあります。 そしてこのトークン、いわゆる石が見つかっているということですね。で、道卓をもう一度見てください。これが、まあ、一番外側が29日という日数です。29のメモリがあります。そして、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月、いわゆる、まあ、純粋単位的ですね。1年を、まあ、12、12、13月とするわけです。で、こうして、まあ、小読みとして使ったわけです。まあ、これ、まあ、小の、小読みとしての使い方を皆さんに説明しています。 2年目ですね。そして今度は3年目に入りまし3月7月13日ってことになるわけですね。10月13日。このようにして、銅卓を使っていたということになります。これも、これがエイブベリーの、まあ、基本形ですけども、ABCDA ゾーンですね。B ゾーンです。ここに1個石が足りません。門のところにあるはずの岩がないんですね。ってことは29.5、真ん中は月のマークです。ここですね。門のところに、他のところにはあるんですけど、この大きい石が2個ありますね。しかし、ここのところはないということで、1個足しましたら、謎が解けました。 この方式と同じ方式で作られているのが、まあ、あの、ストーンヘンジのオーブリーホールです。もう一個これを説明しますと、3年ごとに、3.1日のクリが生じて、そして27年に、まあ、ちょうど、まあ、1ヶ月分のクリが生じてくるということで、27個の石をここにも置いたということですね。ですからトークンは3個あったはずですね。トークンいうことは、あの、先ほどの石の目印ね斧斧、斧はこの3個あったはずです。このようにして、えー 英語系の人たちは、日、暦、そして月、日、そしてカレンダーとして使ったということです。ナスカ理論によってそれをもう一度詳しく証明いたします。モレーからナスカに線を引いてみます。モレーからナスカに線を引いてみます。そうすると、モレーを示す活動路がちゃんとあるんですね。この線です。ぴったしと重なりますから、皆さんもご自身で検証してみてください。これが、 まあ、モレーの方向を示すナスカラインです。このブルーの線を覚えておいてくださいね。このブルーの線はナスカ、モレーから引いてきた線です。この黄色い線がラオスのジャール、先ほど言いました、まあ、から引いてきた線です。そしてその左側にあるのがエブベリーから引いてきた線なんですね。これら三者がここで重なります。 三つのラインがですね、ここで重なるということは、同じコンセプトで作られたカレンダーである。なあち、こうしたカレンダーを作るように指示、指導したのは、我々が神々と呼ぶエイリアンということになります。人間ではありません。インカ人ではありません。そしてもう一本、赤い線が加わりました。これが処理や遺跡の、からのラインです。処理や遺跡です。まだ日本ではほとんど知られていないと思います。 これが処理屋から引いてきた線ですけども、この赤い線がこのラスカラインのここに集まります。なあち、この4社は皆カレンダーとしての機能を持っていたということになります。これが処理屋です。で、処理屋カレンダー、処理屋のカレンダーをまあ簡単に説明しますが、 この赤い線が処理屋から引いてきた線です。緯度経度はここに示しておきますので、皆さんご自身でご確認ください。大切なことは自分で確認することです。長い歴史の中で、まあ、作られた、まあ、作り話の上で、まあ、判断するんじゃなくて、今こうして私たちは自分たちで検証できる時代になりました。で、話を戻しますが、これが大線量マウンドです。 で、みんな双子山マウンドです。これら二つはですね、二重の枠で囲まれています。それだけ重要な前方後円墳であることを意味します。そして、えー、ナオミ BK さんの、まあ、くださったメール、たったこの一文がですね、大変な重要なヒントになりました。もう一度繰り返しますと、前方後円墳。私たちは日本では前方後円墳と呼んでいますが、それは凸型の、いわゆる、まあ、天、天文、 観測所ということになるわけですね。そして左の漏れの方は地面に掘り込んだ、まあ、天文観測所、なおち暦として機能したわけです。そして右の前方根源フは突型のいわゆる天文観測所として機能したということになります。そしてこのほどた、ほどた、漏れからほどたに線引きますと、ほどたの 前方後円譜を二つに割って、そしてそのまま大仙、大占領マウンドへとつながっていきます。そして、これら両者の間にあるのがエイブベリーす、すなわちカレンダーですね。これがカレンダーということになりますと、その双方はカレンダーということになります。モレーとエイブベリーはナスカでつながり、そしてエイブベリーと、そして日本の大占領ともつながっていくわけです。 が、ここで話が終わるわけではありません。最後のダメ押しをしておきたいと思います。この黄色い線は、モレーから引いてきた線です。下の方が、モレーということになります。そして、日本列島を横切ります。注意深くご覧ください。この黄色い線は、モレーから引いてきた線ですよ。いいですか皆さん。注意深くご覧ください。モレーから引いてきた線ですよ。 そして、この線はですね、ほトたマウンドを進直線に横切ります。エラーは0メートルです。0メートルです。そして先に進みますと、青塚古墳が出てきます。私が前方後円墳の謎を解いた古墳です。そしてこの線をもう少し行きますと、大雪量マウンドへとやっていきます。エラーは0です。0メートルですよ、皆さん。0メートルです。さらにこの線を、さらに、まあ、 上の方に行きますと、四国を横切り、そして九州アイランドへとやってきます。今四国を横切りましたね。そして九州アイランドへやってきました。そしてこの線の直下、やや左寄りにサイトバルが見えてきます。ここがサイトバルです。これが今引いてきたモレーから引いてきた線です。左下にサイトバルを見て、そしてこの線はどこ行くかご存知ですか皆さん。 日本で最も生産中の生産天孫降臨の山と知られている、あの、高千穂の見へと来るんですよ。これを偶然とあなたは言いますかこれは偶然ですか皆さん。これが今日皆さんにお見せできる私の証拠と証明です。